たまらない気持ち、たまらない思いを重ねて固めて、長く優しい思い出を作りながら、もういいやもういいやと嘆きながらも、一番好きなこと一番に考えている。明日は今日まで使ったことのない言葉を使う、今日までしたことのない顔をして、明日は今日まで会ったことのない人に会って、明日こそ新しい自分に会いたいってもとそう願ってるんだ。これが僕の今日の出来事だよ。洋介でした。ありがとう。あ、ここまで終わんないです。もうちょっとで。でしたっつったの。うん、あと1曲だけ。今日、呼んでくれてどうもありがとう。洋介です。こんばんは。5年後か10年後かわかんないんですけど、今日一番目に出たあきらくんと、キャパ7人ぐらいのライブバーみたいのをロックがやろうって言ってくれて、東京で場所探して2人で老後はそうやってカフェキャパ5人焼酎こいでやっていきたいと思います。わかんない、そんなできないとできないかもしれない。頭で考えるのは自由だからね。東京には居続けたいと思います。最後にシティライツ。そのカフェの名前はカフェバー好奇心っていう曲です。曲じゃないです。ありがとうございました。落ちてく日々の暮らし、価値と感覚をくらずらし、触れているはずの夜は少し寄り添いながらも離れてく。シティライツ、変わり続ける時は同じ色を選んで線を描く。道はちょっと歪んでて、君とは僕にないんだよ。朝か夜かもわからない、時空が僕の手で、時空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 、光光街の光、つかず離れても素敵な暮らし、光光街の光、魔法をかけて僕は Boxing街の光、魔法をかけて僕らに、光光街の光、いつかず離れずの素敵な暮らし、光光街の光、魔法をかけて僕らに。
見てくれた皆さん、あとひのちゃん呼んでくれてありがとう。あ、すごい暑かったけど楽しかった。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。